市原英二の花万歳。今日は劇的に変わります。この冬から春にかけてのイングリッシュガーデンを詳しく紹介しています。はい、こんばんは。市原英二の花万歳。今日はですね、何をやるかと言いますと、いやー、ずっとねイングリッシュガーデンやってくださいやってくださいって言われてね、なかなかちょっとねできなかったんですけども、今日は久しぶりにね、まあちょっと遅くなってしまったんですけど、現場でね、イングリッシュガーデン、春のイングリッシュガーデンに向けて、もう今日植え替えしました。そして、この僕ね、この冬のイングリッシュガーデンってめっちゃ難しいと自分では思っています。なぜならばですね、宿根草をね、ちらっと今日は後ろ、見てもらったら分かるんですけど、宿根草っていうのは今もうね、政治も最後終わるでしょ。秋の政治ってめっちゃ綺麗ねんけども、アメジスト政治、メキシカン政治、いろんなねトリコロール政治、まあ政治類が大活躍してたところがもし大体終わりなんですよ。そうするとお庭がですね、もうのっぺらぼうになっちゃうわけで、今宿根草でやるべきことっていうのはもう全部剪定をしなくちゃいけない時期ですよね。そして冬に向かって、剪定して、だいたい元気のない株に、肥料をやったり腐葉土をかぶしたり、そういった形でやるんですよね。となると冬のイングリッシュガーデンって寂しいじゃありませんか。そうです。それをね、克服したのが今日は出てきました、サカタの種なんですよ。今まで金魚草っていうのは、だいたい春から夏にかけて、日が長くなってくると、まあ言うたら体、ねなってくると元気もりもりっていうものが主に今までの金魚草だったんです。ところがですね、今日説明するのはこの冬から春にかけてイングリッシュガーデンが劇的に変わります。それが今日はこの金魚草ソネットなんです。それを今日はね、紹介したいと思います。先ほども言いましたけど、この今の、ボーダーガーデンっていうか、いわゆるお庭ね、宿根草のお庭っていうのはもう全部切ってしまったら何もなくなっちゃいます。ただし葉っぱでここと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 か、これはどれぐらいの感じとか、それは推測できるはずなんですよ。ところが実際に背が高くなる、例えばエキナセアであるとか、そうやな、夏の花で言ったらルドベキア、秋にかけて、そういったものっていうのはもうのっぺらぼうになるわけ。そうすると、この冬から、春先にかけて花がないじゃないですか、初夏まで。そうでしょ。ということで、それを補うお花として、もう僕この、坂田の種さんが出したこの金魚草ソネット、この金魚草の特徴はですね、めっちゃんこいいです。ニーハイガーデンって言うんですけど、ニーハイって何やねんって、あ、足この足の膝丈ぐらいの高さっていうことで、ニードロップとかね、プロレス好きな人はバックドロップのあれのニーです。ニードロップ、その膝丈ぐらいの、高さまで成長する金魚草が金魚草ソネット。そして先ほども言いましたけども、夏場ね、初夏から夏にかけて咲いてくるのが本来の金魚草だったのを、この短日期で咲かせながら、この冬から春にかけて咲く金魚草が金魚草ソネットなんですよ。これをね使えば、イングリッシュガーデン劇的に変わります。ということで今日はですね、もうめっちゃ気合入っています。そしてね、この金魚草ソネット植えた時に、やや背が高くなった時にクラクラするとか言われると、その時は
実際この2杯ぐらいで抑えてください。金魚草っていうのは切り花にもなりますが、ね、枝が分枝してカットすれば、剪定すれば枝が分枝しますので、やや、2、30センチのところでカットしてみてください。もしこれはもう地域にもよります。例えば早く植えすぎてしまって伸びてしまうとか、もしくはややカットしてもまたそこから枝分かれします。だから早く咲かせすぎた方はもうカットしていただいても大丈夫です。でちょうどいいぐらいの、まあある意味この冬も1ヶ月2ヶ月ぐらい、カットしてもじっくりつぼみが出てきますので、この金魚草ソネットおすすめの一品です。とはいえ、まあこれ今日は坂田の種の金魚草ソネットだけじゃなくてですね、できればこのストックっていうのも一緒に今回は植えてますけども、ストックなんかも僕はストックはね花が早く途切れるから嫌だと言われる方もいらっしゃいますが、一緒に、交互に植えて配置しますと、金魚草が寂しい時はストックが咲く、ストックがあまり寂しい時は金魚草が咲くということで、僕はまあ同じ金魚草のソネット植えるにしても金魚草ストック、金魚草ストック、金魚草ストック、そうこういった形で配置しますと、比較的長く楽しめるんじゃないかと思います。現場からね、今からね現場に降りてですね、配置であるとか皆さんのお庭のイメージとかあると思います。ホワイトガーデンにしたい、イエローガーデンにしたい、そういった形もあると思います。そし今日はまあ現場からも説明してますので、この後ね、現場からね実地で、説明してますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。今日はねこの坂田の種の、この冬から春にかけておすすめの金魚草ソネットをね、紹介させていただきました。それではね現場へゴー。はい、こんにちは、市原英二の花万歳。今日はですね、川井さんちょっと見ていただけます？今ね川井さんにもこう配置手伝っていただいたんですけど、やっぱりねこちらですね、春のボーダーガーデンに変える場合、奥行き、そして周りのね外光を見てください。例えばこれ、白いバラですよね。そしてその足元は紫や黄色の淡いタッチ、そしてこちら例えば白いポスト、もしくは白の塀ですね、そちらに合うような、配色。そしてずっと見てください、こちらね、色もいろんな色、紫黄色淡いピンクと、こういった感じで、配置してもらいました。はい、今日はね春の、ガーデニングっていうかね、イングリッシュガーデンに変えるときに皆さん配色悩まれると思うんですよ。まずね、イングリッシュガーデン、春のイングリッシュガーデンっていうのは春まではぐーっと徐々にしか大きくならないんです。ということでまずは、皆さん色、来年の春はどんな色が素晴らしいのかとか、どんな風な色になってくるのかっていうのを、配色がまず、今冬なんですけども、春のイメージでそのまずこういった花を、まずは置いていただく、そして、配色ですね、春はこの状態になるというのをイメージして、そしてこの金魚やストックといったニーハイガーデンの、後にですね来る宿根草などを想定してね、まずは配置していただいて、そして春のイングリッシュガーデン頑張ってね、作っていただけたら嬉しいです。やっぱり周りの外光とか、今冬なんだけど春のイメージっていうのをしていただけたら嬉しいです。そしてこちら見てください。同じように、こちらもね、ちょっとここはちょっと暖かい入り口なんで、黄色のね、こういったビデンスであるとか、そういったを配色していますが、こちらもダリアがもうそろそろ終わろうとしていますので、こちらもね、今と同じような、配色をね参考にしていただいて、金魚草やストック、そして春になればね、いろんな宿根草も咲いてきますので、
まず僕がこの時期おすすめのね、まあ金魚草はやや宿根草だと言ってもいいけども厚生金魚を使っているので、一年草、こういった厚生の一年草を混ぜることによって、イングリッシュガーデン、春のイングリッシュガーデンが見違えるように変わります。今日はね、金魚草やストックを使ったイングリッシュガーデンを、解説させていただきました。ぜひね、皆さん春この冬の、例えばお庭イングリッシュガーデンみたいにしたいって言われる方がいらっしゃいましたら、金魚草や、ストックを交えて、そして、周りの外交なども意識しながら、そして冬だけど春をイメージしてイングリッシュガーデンを作っていただけたら嬉しいです。それではね、こちらですね、最後にもう一度配色をね参考にしていただきながら今日はお別れしていきたいと思います。河合さん、最後ちょっとずーっとこういった配色で見ていただけたら嬉しいです。I didn't care, 'cause you were perfect, I swear.